ビギナーズは2012年7月12日から9月20日まで TBS 系列の木曜ドラマ9枠で放送されていた日本のテレビドラマ。初回は22時、22時6分の12分拡大。8月2日はロンドンオリンピック中継のため放送休止。警察学校を舞台とした青春ラブコメディ。主演の藤ヶ谷大野佑のメンバーとなった。その一員である鉄平は初日から遅刻し、担当助教の龍崎に容赦ない体罰と叱責を食らう。さらに連帯責任として S クラスの皆に罰を与えると告げられ、1日中、草むしりや校内の掃除などを命令される。S クラスの面々は、周りの初任科生と待遇が違っていることに疑問を感じていたが、龍崎の言葉を聞いてから自分らの置かれている立場を深く考えるようになる。彼らは教養試験、体力検査などで合格基準に満たなかったが、採用し教育するよう上層部から命令が下され、補欠合格者として認められる。9名のうち雄一は仮入校段階でリタイア。残り8名となった S クラスではリーダーの素質がないと思われていた鉄平が桜庭教官により上長に選ばれ本格的な訓練が始まる。水泳の授業では鉄平と山根が泳げないことが判明し、冷たい態度を取る男児と鉄平は対立する。S クラス S クラスとは桜庭教場の通称。職員第3話、第5話、第7話、第8話。ありがとうございます。